今日のコーデは、ナイントレイルシャツ。まあ今はキャプリーンっていう名前に統一されてますね。そしてスタンドアップショーツ。これで出かけていきます。ヒーンのニューポート、靴下スタイルも今シーズンそろそろ終わりなのかな。よいしょ。じゃあ出かけていきたいと思います。忘れてた。マイク。マスクを忘れて家を出てしまって一旦戻りました。大変。10月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はパタゴニアのストアにね、行きたいと思います。前回9月に行った時は2020年の秋冬がまだ全部で揃っていなかったので、まあちょっとね、1ヶ月経ったので冬のアウターとかもあるかなというところで、それをねちょっと見に行きたいと思います。そしてね、こんなにね暑いのであればシャツをね着たいところなんですけれども、キャプリーンを着ているんですね。これにはですね、まあちょっとした理由があってですね、まあこの後ねお楽しみに。中継画面は歓喜将軍。僕の大好きな町、町田に到着いたしました。目的はですね、中本に行こうと思うんですよ。なんでね、このキャプリーンを着てきたかっていうと、この激辛を食べると汗かくじゃないですか。だからね、この暑い季節のキャプリーンで出かける時期にどうしてももう一回ね、行っときたかったんですね。もうね、いくらでも汗がかけますよ。ということで、北極行ってきたいと思います。ちょっと怖いな。はい、ごちそうさまでした。いやー、辛かった。ちょっとね、こう汗かいちゃってますね。なのでこれで来てよかったです。最初ね、なんかいけるかなって思ったんだけど、やっぱりね、3口目くらいからゴフってなっちゃってね、辛かった、痛い。町田に来る途中に本が読み終わってしまったので、こっから先の本をゲット。また高野照子さんの本、ダライラマに恋をしてを読みます。面白いキャッチだね。ちょっと食べたいかも。さて、今日はどこのストアに行くのでしょうか。今日はね、大きめなところにね行きたいなって思っております。JY20だね。大崎のゲートシティっていうところの中にあるみたいです。多分ね、この大崎っていう駅、乗り換えでは降りたことあるけど、実際に街に出るの初めてかもしれない。東口の、あーこれだね、ゲートシティ。はい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 、こっち。駅前に噴水がある街っていいよね。こっちだな、あって見えてきた。結構オフィスビルみたいな感じ。あった、隣だ。こっちのゲートシティのメインのところのお隣さんにありやした。ということで行ってきます。
5 minutes later. はい、見てまいりました。初めての大崎だったんですけれども、2フロアに分かれてて、まあ、メンズとレディースだったり、あとその中でも結構ジャンルごとにこう分かれてたくさんアイテムがありました。でね、平日のこの15時14時の昼下がりの時間だったので、すごいね、ゆっくりと堪能することができました。アイテム数がね多かったので、ちょっと気になったアイテムとかはまた別の動画でね、お話ししようかなって思うんですけれども、なんか僕の隣でレトロ X をね、試着して購入している方がいて、また10月、いやもう10月なのに冬の準備をしている姿を見ると非常に焦ってしまう所存でございます。そのまま帰ろうかと思ったんですけど、今日はなんか元気があるので、ちょっともう一軒行きたいと思います。僕の大好きなオッシュマンズにね寄ろうと思うんだよね。まあいろんなウェアも見れるし、ニューバランスのねシューズがちょっと見たい。はい、じゃあ行ってまいります。 5 minutes later。いやー、ニューバランス難しいです。なんかこう数字でモデルが分かれているじゃないですか。で、数字の数が大きければいいやつっていうわけでもなんかないみたいなんですよね。でね、こうなんかデザインはね大きく分かれてるみたいなんだけど、なんかその辺がねちょっと難しいです。はい。でなんかこうショップの方がね、こう今まで履かれてきた、こんなに履き込みましたよっていうのとか展示されてて、なんかああいうのを見るたびにすごいね、こうデニム好きとしてはそそられますね。なんかパタゴニアに近いスニーカーといったらね、ニューバランスですよっていうのを、昨シーズン、いろいろ情報いただきましたので、今シーズンこそねなんか手に入れたいななんて思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。大崎で見てきたアイテムの様子はまたちょっと別の動画でお話ししようかと思いますので、また見てください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。またお会いしましょう。またね。よしよし、ちゃんと言えた。バイバイじゃなくてまたねで終わらせられたね。See you again. 。またお会いしましょう。バイバイじゃない。またね。シュ